ミートソース。ちょっと今日はこの前の試験の試作の材料が余ってるのでミートソースを作りたいと思います。材料をみじん切りにしていきます。
ちょっとやっぱ違いますね。あの外国産の豚肉は使わない方がいいですね。今回のこのお肉はおすすめしません。だけど在庫として買ったもので捨てるには忍びないので、もう自分で食べる分だから今日は仕方なく使いますけど、この匂いがちょっとやっぱりこのなんつうんですかね、だから白ワインとお酒を入れましたけど、ちょっとプラスして生姜も入れます。はい、今、トマトとデミグラスを入れて20分ぐらい煮込みました。まあ大体味は決まってきてるんですけど、ちょっと塩が足りないみたいなんで塩入れますね。あとはですね、ちょっと中心のところ、ここしか熱が来てないんで、この周りが全然来てないんで、材料を入れ替えながらあと20分ぐらい煮たいと思います。ウコンが入りますね。今回あえてケチャップと砂糖は入れません。まああれ入れれば食べやすくはなりますけど、もう本当トマトと、まあ、デミグラはしょうがないですけど、あの既製品なしで作ってるわけだからこれでいきたいと思います。デミグラスはね、まあ、いずれ挑戦 しますわ。ここでも1週間かかるんですよね、作るの。で、じゃあまた蓋をして2、30分煮込みます。
し、次はこの蓋を取りながら取ったままで、今1段階もう1段階弱火にしました。それであと10分ぐらい煮ます。はい、あれからまた10分ぐらい煮ました。油が浮いてきてるんで、あの炒めてるオリーブオイルだったらいいんですけど、豚の油だったりするんで、今ちょっと食べてみましたけど、ちょっと豚の油っぽいんで、でいい豚肉の油だったらいいんですけど、今回のはちょっと南米の、豚さんなので、ちょっと匂いが独特なんで、ちょっとすくい取りますね。南米の豚、使ったのがトマトホール缶3号缶ですね、に2つデミ缶を1つ使ってないか、1分目ぐらいですね使いました。玉ねぎが 400g、 人参が 250g、 大体ですよ大体。ひき肉が、今日は 400g ですね。よし、こんなもんでいいでしょう。これにちょっととろみつけるので片栗粉を使います。よし、いいでしょう。出来上がり。